誰にも負けない自信のあることは何ですか？誰にも負けない自信のあること、なんだろう、自信のあること、同世代だったら料理とかですかね。かな、料理。なんで？なんで？結構今の20歳なんですけど、なんかあんまり友達で料理してる子とかがいなくって、まあ、家庭実習の時間とかも私がほとんど一人でやってたので自信はあります。よく遊びに行く場所はどこですか？よく遊びに行く場所は恵比寿。恵比寿かな、なんかカフェがいっぱいあるから、恵比寿とか代官山とかカフェ巡りを友達としてます。カフェで何してるの？カフェで話してるだけですけど、特に何するってわけでもなく、気づいたら 3,4 時間経ってるとか全然ありますね。一つの場所に何度も行くというよりはいろんな場所に行きたいタイプ？そうですね、なんか 2,3 時間とか 1,2 時間でも違うとこ行ってみるみたいな感じになって、1日に3店舗ぐらい行ったりします。何が楽しい？なんかあの可愛いんですよ、一つ一つが。なんかあのデザートだったり、マグカップとかもそういう食器からもそうなんですけど、雰囲気とかも可愛くて回りますね。じゃあ私服はどのような服を着ることが多いですか？あ、私服どのようなものを着ることが多い、結構基本モノトーンなので、なんだろう、黒が多いですね。でも黒とか白とか、あと差し色に赤とかも好きですね。結構なんかパンツスタイルとかコンサバ系のワンピースとか好きです。甘めはあんま着ないかも。自分の性格を一言で言うと？自分の性格を一言で言うと、私的には謎。謎っていうのは、私結構その場その場で性格が変わるっていうか、まあ、雰囲気だったり、毎回会うたび違う印象だよってよく言われることが多くて、なんだろう、結構自分でも感情に追いつけない部分があるから謎ですね。結構その場によって変わります。尊敬または目標にしている方はいますか？尊敬または目標にしている方、同世代の方にまずはちょっと近づきたいなと思って、それで、まあ、あの尊敬する人は松岡茉優さんって言うんですけど、私の一個上かな、なんですけども、バラエティもすごくて、なんか一緒にお仕事させていただいたことがあるんですけど、その時になんかもう井森美幸さんの2代目みたいな感じぐらいすっごいトークができるのに、なおかつお芝居もクールな役からはっちゃけた役までできるので、すごいなと思って、ちょっと年が近い分ジェラシーを感じますけど、まあそこに負けないように頑張ろうって思います。告白されるならどんなシチュエーションがいいですか？告白されるならどんなシチュエーション、なんだろう、私結構ベタでいいので、でもなんか海とかそこまで行っちゃうと照れくさいんですよ。なんかおしゃれなレストランとか、あとなんだろうな、海の砂浜とかちょっと照れくさいんだ、夜景の見えるとことか、あと結構もうないんですけど、もう卒業しちゃったからあれなんですけど、高校の誰もいない教室とか、まあ、学校の誰もいない教室でされるとか、渡り廊下とか、そういうのがちょっと好きです。理想のデートプランを教えてください。理想のデートプラン、なるほど。私結構インドアなので、お家で DVD とか見るのもいいし、出かけるんだったら私は何だろうな、ジェットコースターとか乗れないので遊園地とかそういう感じよりは動物園とか水族館とかに行って、その後ご飯食べて、あと移動は車がいいです。ドライブしたい、ドライブ好きなので、そういう感じです。
ちょっとさっきの質問かぶりますが、うん、料理はされますか？また得意料理があったら教えてください。料理はされます。得意料理は、筑前煮です。その結構いろんな人に言ってるんですけど、あの和食が好きなので煮物とかも作りますし、煮物全般と、またそういった筑前煮、筑前煮が得意で結構作ってますね。1ヶ月に2、3回は作るかも。あんまりみんな作んないと思うんですけど、ちょっとめんどくさいんですけど、うん、作ります。ヒップホップダンス、ジャズダンスが得意だそうですが、始めたきっかけは？始めたきっかけは私結構単純で、仲のいい友達がジャズダンスを始めて、で、なんだろう、楽しいよっていう一言で1週間後ぐらいにはもう通い始めました。そう、お母さんもずっとやらせたかったらしくて、もともとバレエやってたので、ジャズダンスってダンスもいいなみたいな感じになって、ジャズってもうバレエの延長線みたいな踊り方をするので、まあ、基礎をやってたからやりやすいんじゃないかなと思ってジャズダンスを始めました。今後挑戦してみたいことは何ですか？今後挑戦してみたいこと、旅ロケですかね。なんかアナザースカイとかそっち系、なんかいいなと思います。こう黄昏でフラフラみたいなのとか、ちょっと楽しそうだなって思います。はい、とこれからもいろんなことに挑戦しつつ頑張っていきます。よろしくお願いします。